Amazon プライムで配信された作品、鳩の撃退法なんですけども、この映画はね、もう本当に、なんだろうな、いろんな意味で裏切られました。もう本当に土屋太鳳さんと藤原竜也さんぐらいしかマークしてなかったんですけども、濱田岳さんがね、いいね立ち回りしてたんですけど、だいたい2時間作品で全くね活躍がねあまりできていないっていうのが珍しくてね、ちょっと泣きそうになってしまいましたね。まあそれはさておき、これの映画は藤原竜也さんが小説家の役柄なんですけども、あれを彷彿とさせますね。昔ですけど、5、6年前の映画ですかね、私が殺人犯ですみたいな、あれに若干似てて、藤原竜也さんの作品でもね異彩を放ってると思いました。最近だとね、太陽が動かないとか、いろんなアクション映画にも出てるんですけど、これはちょっとね映画館で見たかった作品でしたけど、Amazon プライムで見て十分だなっていう作品って思いましたね。それはなぜかというと、ちょっと話的にはね、小説家の話なんですけども、小説が好きな人じゃないともしかしたらついてこれないというか、私本読まないんですよ実は。これ初めて知ったと思いますけども、視聴者様は、最近チャンネル登録もしてて、本当にありがとうございます。もう本当に読まなくて、本自体を。なのですごい若干退屈してしまったですよね。最初の 2,30 分までは結構我慢できたんですけど、この前回の新仮面ライダーのね、役者さんとか仮面ライダー出身の人が出てるんですけど、この西野七瀬さん、八王具ですね、沼本なのに沼本って毎回言ってる、あのくだりがね、人によっては寒いんじゃないかって思ってましたけど、西野七瀬さんのくだりは結構意外と好きでしたね。あと社長役のおじさんがね、若松亮さんって言って、まあ今度ねまた話すんですけど、若松亮さん、私が見る作品に結構出てきてて、いいメガネ俳優で小太りのおじさんなんですけども、すごい良かったです。なぜかというと、脇は固まってるなって思いましたね、作品的にも。鶴瓶さんの息子さん、駿河太郎さんとか浜健さんとか出てますし、他にもねいろんな役者さん出てて、あと豊川悦司さんとかですね、あと遊戯王の風間俊介さん、遊戯ですね、秀吉っていう役がすっごいかっこよかったです。あと覚えてるのが津田っていう役なんですけども、この藤原竜也さんはですね、結構生と死をね意識した作品が結構燃えるんですけど、やっぱり殴られる程度だと、まあ結構死にね向かう手ではあるんですけど、ちょっと違ったんですよね。村上虹郎さんの和虎役のお父さん、村上純さんがですね出てるんですけど、ボッコボコにしてるって、なんか お前俺の女に何をしたんだとか言って、ボコボコにされて日本刀で切られそうになったんですけど、やめろって言ってボスが止めに入ったりとか、このね偽札事件、主なこの偽札が結構キーになってて、3万円は偽札なんですよ。で3000万円寄付したことになったりとか、いろいろね見逃すと大変なことになります。なのでこのボスっていうのが、この豊川悦司さんなんですけども、豊川悦司さん
は好きなシーンはリリー・フランキーさん、散髪屋さんのところのシーンで、結構髪切ってたりとか、リアルに切ってて、ベテランの脇役俳優の中で結構好きです。リリーさんもね結構出てほしかったんですけど、尺の問題でほとんど出られずで、結構キーマンかなと思ったら あんまりキーマンじゃないっていう状態でしたね。パイロン的にはこの豊川悦司さんがもう本当にものすごい邪道なこと、例えば四刀を使ったりとか銃で脅したりとかするんですけど、そういうことを一切せずに下の者がするみたいな感じですね。例えば駿河太郎さんとか浜健さんとか村上純さんを支持する、部下にやって手柄はこっちのもので自分自身は手を汚さないっていう役柄でしたね。でまあ簡単に言うと現実の世界なのか小説の世界なのかっていうのを行き来するので、結構ね、でも昔私が見た洋画なんですけど、メメントよりはそんなに難しくなかったです。でも本当に内容がミステリーなので、ミステリーが苦手な人は結構退屈するかもしれないですね。ハードアクションでもなかったんですけど、若干アクション入ってましたね私から見たら。説明が本当に難しくて申し訳ないんですけど、見てみて噛み砕いてもやっぱりね、現実的なお話、一家が失踪したり一家が本当に亡くなっているのかっていうシーンなのかっていうのも分からなかったですし、まあその一家失踪事件と偽札事件っていうのをメインに語ってるんですけども、藤原竜也さんのその津田は偽札事件にも巻き込まれるし、その一家失踪事件はね、それはね現実世界なのかはたまた小説の世界なのかっていうのが、そこが解釈が難しくて、オチとしてはすごくね、ああこういう展開かっていうベターな感じで、その秀吉役の風間俊介さんの奥さん薩川愛美さんっていうのは、前私が紹介したエレベーター、地獄のエレベーターに出てた人なんですけど、右上の人ですね。この方結構悪女の役があって好きですね。で浜田岳さんはもう本当にいいですね。ミッキーカーチさんもなんか前紹介した作品にも紹介しましたし、酒井真希さん出てると思わなかったですね。すごくタバコがお似合いの役者さんでした。今でも映画ではタバコ吸うシーンって結構豪快に吸っていらっしゃる人多くて良かったですし、結構ねそのデリヘルのお話なのかなって思ったんですけど、その運転手役が藤原竜也さんっていうのがですね、もう本当に明らかになんて言うんだろうな、チャラいというか笑い方が下品という感じがしたんですけども、やっぱ藤原竜也さんはやっぱりカイジ、ヤガミライトとかその辺が合いすぎてて、今回の作品はね星がねおすすめとしては1か2なんですよね。ちょっと期待したものとは違ってて、みんなが万人受けするような作品ではない、ちょっと難解な部分があったので、それをもう本当に考察するっていう方だったりとか、そういう系が好きな方だったりとか、小説をよく読む方だったら好きになれるかもしれません。その土屋太鳳さんもね結構小説をやっぱり早く出来上がりどうするんですかって毎回言うんですけど、なんかねしっくりこなかったんですよね。現実に戻ったりその小説の中に入ったりっていうのが、なので最近ね実はパイの恋愛映画とかにハマってて、まあコメディもそうですし、ちょっとミステリーが苦手な
状態になってしまいました。こんな10分も長く話してしまって申し訳ないです。なのでよかったらね、見てください。そしてコメントください。いいねはね、無理しなくていいです。それではグッバイです。